リ・ゼロから始める異世界生活、偽りの応戦候補。はい、最後に腕を天に伸ばしてフィニッシュ、ビクトリー、ビクトリー。それにしてもスバルもずいぶん村に馴染んじゃったわね。もうラムやレムよりも有名人なんじゃない？まあ、俺ってばさりげに村を救ったヒーローみたいなとこあるしね。そしてそのことを恩に着せたり触れ回ったりしないダンディズム、これはエミリアタンも惚れ直す。もともと惚れてないけど、それにちょっとそれとは扱いが違うかも。村の中だとスバルはみんなを助けてくれた英雄っていうより指揮者って印象の方が強いみたい。ほら、不思議なことをいっぱい知ってるから。物知り博士みたいな扱いか。いやでも俺がラジオ体操以外に広めたもんって。けどこの短い期間で他に広めたものなんてなんかあったか。心当たりねえぞ。にしてもあれから1ヶ月か。これってひょっとして異世界召喚ってやつ？盛大なドッキリじゃなきゃお約束の異世界召喚ものということらしい。もうちょっと福利厚生しっかりしてないと俺みたいなゆとりは納得できないよ。おっと、すいません。おう兄ちゃん、痛えじゃねえか。あんだ、てめえ見かけねえ面だな。痛え思いしたくなきゃ出すもんだしね。そこまでよ、悪党。それ以上の狼藉は見過ごせないわ。くっそー、相手が魔法使いだろうが貴族だろうが関係ねえ。囲んでぶっ殺す。やれるものならやってみたらいいよ。この子に何かしたら末代までたたるから。ま、その場合君が末代なんだけど。し、聖術師か。くそ、覚えてやがれ。
ありがとうな。助かった。勘違いしないで。ただ助けたわけじゃなくて、あなたに聞きたいことがあっただけだから。なあ、俺に手伝わせてくれないか。君に恩返しがしたいんだ。恩返しなんて必要ないわ。あなたは質問に何も知らないって答えた。それで治療の対価は十分だもの。何が強情な。なら俺は俺のために君を手伝う。一日一善、それならいいだろ。分かったわ。ただお礼なんてできないからね。お礼なんかもらったら一善にならないだろう。ああ、そういえば君の名前なんて言うんだ。サテラ。サテラっていうのか。よろしくな、サテラ。え、あ、俺なんか変なこと言った？よろしく。趣味が悪いよ。で、サテラが探してるのって希少ってやつなのか？うん、すごく大切なものなの。でも取られちゃって。あれ以外なら諦めもつくけど、あれだけは絶対にダメ。盗品を裁くなら貧民街で。この盗品蔵まで来たけど、本当に行くの？言ったでしょ？あれは大切なものなの。だから。絶対に取り返す。だろ？よし、ひとまず石膏は俺に任せてくれ。ここまでの上、綺麗に洗って返上してやるぜ。うん。気をつけてね。ああ、帰りが遅くなるかもだから、先にご飯食べてていいよ。バカ。お邪魔しますって暗いな。なんだこれ。血。ああ、気づいてしまったのね。それじゃ仕方ないわ。ええ、仕方ないのよ。どうしたんだよ兄ちゃん、急に宝家と面して。は？Thank you.
自分が切羽詰まってでも人のこと助けちまうお人よしもいるんだ。さて、俺の名前は夏木すばる。いろいろと言いたいことも聞きたいこともあるが、それらはとりあえず置いといて、まず聞こう。君の名前、教えてほしい。エミリア。私の名前は、ただのエミリアよ。ありがとう、すばる。私を助けてくれて。この屋敷、食事の前にピエロの余興とかあんの？コストパフォーマンス悪くない？ピエロとは面白い意見だね。私がこの屋敷の当主、ロズワール・エル・メイザースだよ。許してください、お客様。レムだけは見逃して姉様を汚してください。やめてちょうだい、お客様。ラムは見逃してレムを凌辱するといいわ。また妙なやつが増えたのよ。ロズワールの考えはベティにはわからんかしら。さあ、望みを言いたまえ。現状、私はそれを断れない。さあ、君は私に何を望むのかな？なら、俺の願いはただ一つ。俺をこの屋敷で雇ってくれ。夏木すばる、今日飛躍の時を迎えます。なんだよ、いたのかよ。声かけろよ、恥ずかしい。姉様、姉様、なんだか随分親しげに挨拶をされてしまいました。レムレム、なんだかやけに馴れ馴れしい挨拶をされてしまったわ。
答えてください。あなたは魔女に見入られたものでしょう。魔女に？とぼけないでください。そんなに魔女の匂いを漂わせておいて無関係だなんて白々しいにも限度があります。エミリア、聞いてくれ。俺は死に…ラムにないものがレムにはある。それ認めてこうぜ。レムは優しくて努力家で一生懸命で、あとラムより胸が大きい。レムがいてくれてよかったよ。ありがとう。泣くなって。俺の故郷じゃ来年の話をすると鬼が笑うっつんだよ。だからさ、笑えよ、レム。笑って未来の話をしようぜ。とりあえず、明日のことからでも。明日のこと？笑いながら明日って未来の話をしよう。俺、鬼と未来の話をすんの、夢だったんだよ。鬼がかってますね。だろ？じゃあ、俺とデートしようぜ、エミリアタン。デート？一緒に二人でお出かけして、同じもの見て、同じもの食べて、同じことして、同じ思い出を共有するってこと。そんなことでいいの？そんなことがいいのさ。はい、わかりました。スバルとデート、してあげる。大丈夫？もしかしてお腹でも痛いの？おっと、ごめんごめん、大丈夫。鼻も痛くないし、痛って健康。さあさあさあ、話の続きと行こう。エミリアタンとの大切な時間を1秒だって無駄にしたくねえよ。確か俺が広めたもんについてだよな。うん、スバルっていろんな変なこと知ってるから、子供たちに新しい遊びを教えて、芋版だってそう。あとマヨネーズも。ベタなマヨネーズ。しかし魔獣騒ぎの貢献とマヨネーズが同等に語られるのって俺の頑張りが浮かばれねえ。みんなのためにそりゃもう体を張って頑張って、子供たちを助けに森に入って犬に噛まれ、噛まれた俺を助けるために森に入ったレムを助け犬に噛まれ、最後も危うく犬に噛まれそうになったところをなんとかロズワールに助けられ、あの苦労がマヨネーズと同等って。あれ、俺思ったよりも何もしてなくない？もうそうやってつまらないこと気にしないの。でもさ、エミリアタン、
スバルが頑張ってたこと、分かってる人はちゃんと分かってるもの。ロズワールだってラムだってレムなんか特にそうじゃない。私だってそうなんだから。え？スバルが頑張ってたこと、私だってちゃんと分かってるもの。だから落ち込んだりしちゃダメ、分かった？返事は？おう、今度は何？壊れたおもちゃみたいな動きして、いつもそうなんだから。いや、今のは狙ってやったわけじゃなくて、つか狙ってないならエミリアタンの方が100倍卑怯だろう。どうあがいても惚れ直すっつの。はいはい、そうやってごまかすの悪い癖だと思います。お屋敷の前に竜車が止まってるわね。そういやオートだと割と普通に見かけたな。今竜車って言った？ん？ええ、チリュウが後ろの車を引っ張るんだから竜車って名前でしょ？え、嘘、まさかこれも私の常識違い？正式な呼び方がちゃんとあるの？いやいや、俺の方が無知なだけ。エミリアタが正しいって、自信持って大丈夫。本当に？からかってない？ちゃんとした場所でふわっとしたお話して、変な恥なんてかけないのよ。嘘言ってたらケチョンケチョンだからね。ケチョンケチョンって今日聞かねえな。おお、すげえ、なんかリアルすぎるデカさだ。お帰りなさいませ。ただいま門の前を失礼させていただいております。あなたは？王都から参りました使いの者です。今死者の方が辺境博にお目通りしているところで。死者ってお話でしたけど、ひょっとして？エミリア様のご想像通り、王戦に関するお話でしょう。正式な内容は使者の方からお聞きください。どうぞお屋敷の中へ。応戦の、わかりました、わざわざありがとう。お帰りなさいませ、エミリア様、お待ちしておりました。ただいま、お屋敷を出ててごめんね。お客様が来ているんでしょ？はい、王都から使者の方がお見えです。ロズワール様が対応なさっていますが、エミリア様もご同席いただけますでしょうか？もちろん。私の問題なのに、私が蚊帳の外ってわけにはいかないじゃない。しかし王都からの使者か、さすがにことがことだからな。バカやらねえようにしないと。スバルには悪いんだけど、ここから先は大事なお話の場所だから。分かってるよ。だから俺も気合をきっちり入れ直したとこで。その応接間には姉様が同席しています。他の使用人の出る幕はなくて。スバル君、分かってください。嘘でしょ、俺蚊帳の外？ごめんね、スバル。レム、案内して。はい、スバル君は部屋に戻っていてください。後でレムがお茶を持っていきますから。ああ、行っちまった。そりゃ異世界知識のしょぼい俺がいたところで何の役にも立たねえだろうけどさ。
それでももうちょっと関わらせてくれてもいいんじゃね。でも納得と諦めとは話が違うんだぜ。さてどうしてやるべきか。ずっと表で待ってるのも退屈だろ。一服どうだ。へえ、そりゃ助かるよ。喉がカラカラだったんだ。もらっていいのかい。ああもちろん、そのために用意したんだ。遠慮なく飲んでくれよ。誇張なしにこの屋敷で一番高い茶葉で入れた茶だ。勝手に飲んだのがバレたら桃色の髪のメイドにマジギレされるぐらいだ。なるほど、そんな高いお茶まで出してくれて俺に聞きたいことでもあるのかな。わざわざお茶の値段で牽制するんだ。それなりの見返りが欲しいって意味だろ。その通り。話が早くて助かるよな。まずは名前でも聞かせてもらおうかな。そんなんでいいのか。俺はティーガ、ティーガ・ラウレオンだ。ティーガでいい。そっちは。俺の名前は夏木スバル。夏木様とかスバル様って呼んでいいぜ。そりゃ遠慮しとくよスバル。それは残念。じゃ本題。名前も聞いたし、俺とお前はもはや友達。友達なら遊びに来た理由を聞きたいもんだろう。うん、すごい論理の飛躍をするな君。遊びに来たってのも語弊があるしな。大事な使者を連れてきた、そう言ったろ。それは俺も見てたし聞いてたけども、より詳しい話だよ。実は追い出されちまってな。このままイベント不参加ってのは避けたいんだ。頼むティーガ、親友の頼みだと思って。距離感の詰め方が雑だな。だいたい無茶なことばっかり言うなよ。俺も親友の助けにはなってやりたいけど、親友がこの屋敷でどんな立場なのかわからないからな。あと親友の素性もよくわからない。親友なのに。あって5分じゃこれが限界だろう。ただまあ、スバルがエミリア様を大事に思ってるってぐらいは伝わったよ。その気持ちは俺にもわかる。だから。だから？応援はさせてもらう。クソの役にも立たねえ。それにしても険しい道の自覚はあるか。相手はルグニカ王国の次期女王。そんなやんごとない立場になるかもだぜ。現状はただの超可愛い女の子と冴えない使用人ってだけ。でも未来は無限大だから可能性も無限大だ。誰かに渡すぐらいならふさわしくないと思っても俺のものにする。あとはこっちが釣り合い取れるように日進月歩でウィンウィンってのが理想じゃねえ。うん、面白い考え方だな。いや正直感心した。そこまで言い切れるのは大したもんだ。もしかして俺の親友は見た目以上の大人物だったりするのかな。そりゃティーガだって同じだろ。フードかぶってるエミリアタンの素性に気づいたんだ。あの可愛らしいローブが何か。エミリアタンが着てたローブって怪しい魔法使いのお手製で、人の認識をごまかす効果があんだよ。しかも新調して強化済み。エミリアタンが許可してるか、それを突破できる人じゃないと見抜けないらしい。ふん、つまり先に俺を測ってたわけだ。人が悪いな親友。いやいや偶然だって親友。屋敷で茶入れてる間に、あれれおかしいぞって名探偵ばりに気づいただけだから。その分だと単なる御者って言い訳は信じてもらえてないみたいだな。ならその見識に敬意を表してと思ったんだが、あれどうもこっちの時間切れみたいだ。え、
お待たせ、ティーガちゃん。お疲れさん、さくら。死者の役目は問題なく果たせたのか？もちろんです。このぐらい私にも務まりますから。そうかい、そりゃ悪かった。おい、ティーガ、このお姉さんが問題の？まあそうだよ、俺と一緒にやってきた死者だ。そうか。あら、ティーガちゃんお友達？男の子のお友達なんて珍しいですね。男の友達が珍しいって、ティーガ、お前そういうタイプか。クソ、親友だと思ってたのに。判定が厳しい。さくらも、せっかくできた親友を混乱させないでくれよ。ご存知、珍しい男の友達なんだ。はいはい、私はさくらエレメントです。ティーガちゃんの同僚で、あなたは？俺の名前は夏木スバル。ティーガの元親友で、そっちのレムの同僚だな。告白された。仲良しみたいですね。私からもティーガちゃんをよろしくお願いします。それと、あなたもオートへいらっしゃるんでしょ？でしたらまたお会いしましょうね。あ、では行きましょう、ティーガちゃん。あんまり遅くなるとお姫様が心配しますから。やれやれ、悪かったな、スバル。けど、さくらの言う通りだ。次はきっとオートで。それじゃ、またな。というわけで、オートに行くんだろ？俺、ついていくから。ほーらね、言った通りだったでしょう。そうね。あのね、遊びに行くわけじゃないの。これはすごく、すごく大事なお仕事なの。わかってるって。なんせ、応戦が延期なんて、ただことじゃねえもんな。お願い、エミリアタン、俺も連れてって。それは、だけど、エミリア様、スバル君がこんなに一生懸命なんです。どうかレムからもお願いします。それにオートにはスバル君の知人もいらっしゃるはずですし、顔を見せて安心させてあげないと。おお、ナイスアシスト。レム、レム、こっちゃ来い。はい。よしよし、ありがとな、レム。その調子で頼むぜ。はい、スバル君のレムにお任せください。やれやれ、レムのバルスビーキにも困ったものね。バルスも何を考えているやら。さっきまで門のところで王都の使いと話してたみたいだけど。うん、この茶葉の香り、まさかラムの秘蔵の。バルスならやりかねない。とにかく今は、今は過去の遺恨は全て忘れよう。頼むから一緒に行かせてくれ。エミリアタンの役に立ちたいんだ。そんな、だから連れて行けないって言ってるの。スバルを連れて行ったらまた無理するに決まってるもの。そんなことさせたくないの、分かって？エミリアタンこそ分かってねえよ、俺は。はいはい、そこまで。どうにも話が進まないからちゃかっと片付けよう。結論、スバル君は王都について行きたまえ。
これ雇い主としての命令ね。ロズワール、やった、話がわかるぜロズッチ。ただし、スバル君には別の目的を与えよう。自分の体の治療っていうね。体の治療？俺の？なんで？先日の魔獣との戦いで君は枯渇したゲートを酷使してしまったろ。肉体の負傷は癒えても、その治癒はまた別の問題だ。君自身心当たりがあるんじゃないかね。そんな目に見えないもんで調子が悪いって言われてもな。スバル、体の中を循環するマナは生き物の生命線なの。その流れが滞るってことは、命の循環そのものに支障をきたすっていうこと。お願いだから隠したりしないで。あ、わかった、わかったよ。俺の体が思ったよりピンチってのはわかったけど、それとオートで治療って話はどうつながる？君の体の不調は名誉の負傷だからね。私も君の功績に相応に報いる義務がある。そこで王国最高峰の治癒術師に話をしておいた。その分エミリア様に苦労をかけてしまったけどね。苦労なんてこのぐらい当たり前のことだもの。苦労ってエミリアタンが俺のために？だってスバルの体が治らないのは私のせいでもあるもん。私をかばってくれたのが理由でお屋敷に来て、魔獣のことだって本当なら私が動かなきゃいけなかったのをスバルが。だからこれは恩返しっていうか、損失に対する正当な補填っていうか。ありがたみ薄れるから照れ隠しにしてももうちょっと言葉選んでね。でもそれならエミリアタンも俺の応答意気に賛成してくれるってことでいいんだよな。うん、スバルには治療が必要だし。それじゃ話はまとまったね。スバル君も応答へ同行する。それで決定だ。それからレム、お二人に同行をお願いできるかな。承知しました、ロズワール様。